同じくして相手がグッとつぶ、この膝を張ってきて自分が潰しました。それで相手がですね、ここでハーフガードグッと入ることもあるので、ここに対して、このままウェイトかけたまんま、相手と距離が近くなってしまったら、ここで相手の首を殺して、でここでうまくプレッシャーをかけます。でこれに対してプレッシャーをかけたまんま、これであんまりこういうふうにやってしまうと固まってしまうので、でここでですね、ここで競り合いになっちゃうので、これは避けながら、相手の、僕がいつもやってるのはこの必ず首の上から肘を当てて、で相手がですね、頭がこっち側に行けないようにしてあげて、グッと、でここでうまくプレッシャーかけます。でここでこういうふうに膝がついちゃうとプレッシャーがなくなってしまうので、必ずプレッシャーかけたまんまで、相手の、膝を押しながら膝を押して、このままマウントスティックで、マウントいって、相手がまだ足が絡んでくると思うので、これに対して、はい、絡んできますので、これに対して左足使って開けて上げて、このままマウント相手にこのうまく崩せました。崩せて、基本的に相手の足が、相手の頭がこういうふうに後ろに行かないように、で膝を落として、このまま膝をゆっくりつけて、で左足使って相手の足を開けて、そのままマウントでやります。はい、はい、こんにちは、エラタクと申します。9月17日、土曜日、ハレオ代官山スタジオにてセミナーを行います。参加費は5,500円、定員は10名となりますので、ご参加の方よろしくお願いします。内容はプレッシャーやコネクションを意識したサイドコントロールをご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。